ユニクロの新作です。ミラクルエアー 3D ジーンズ。さあ、どうでしょうか。これがシルエットになりますね。本日発売の、ミラクルエアー 3D ジーンズ。こんな感じです。だいぶ太いですよね。太め。だいぶ太めに感じます。裾の方はどうでしょうか。まあ、裾にやはりこう絞れてる感じで、結構まあ、ここ先からなんか先クックッとこうなってるような気がしますね。うん。なるほど。後ろはこんな感じですね。ポケットは、2つあります。うん。さあ、うん。色はね、まあ、ブルーを買ったんですよね。ああ、ちょっとストレッチ切っとるのかな。うん。まあ、厚みはまあ、通常通りの厚みといった感じですね。うん。さて、このジーンズ、何がミラクルで、何がエアーで、何が 3D なのかというものを、検証してみましょう。それでは、履いてみます。全身画像どうぞ。うん。あ、着用してみました。うん、やはり太いこうシルエットですね。うん。非常にまあ、うん。まあ、僕は、身長171センチ、64キロ。日本人の標準体型をしております。今回これはウエスト76のサイズをそのまま買いました。今現状ベルトなしで、まあこう、ちょっとまあ腰履きの状態ですかね、ベルトなしなら。ちょっと腰履きの状態なら、裾がまあちょっとこんなハーフクッションのぐらいの感じの裾になると思いますね。まあディティールとしてはそうですね。まあこうコインポケット見えるじゃないですかね。コインポケットに、ボタンがこうついとる感じですね。これがまあ少しちょっと新しい感じ。さらに左のポケットにも何やらコインポケットのようなこうダブルポケットがありますね。うん、まあちょっとわかりづらいでしょうが。要はポケット、どっちもコインポケットがあるという感じになっております。うん、後ろのポケットは普通な感じでしょうかね。後ろからはこんな感じに、なりますね。やはり太めのシルエットの感じです。ではベルトを締めてちょっと裾を決めてみましょう。ベルトを締めて腰の位置をバシッと決めてみました。そして、裾は2回寄りです。2回寄りで、そうですね。まあちょっと靴との干渉はなくなった感じで、スッキリしたように思いますが、どうですかね。うん。非常にまあ、次のまあ、今からの時期の新作ということで、次のおそらく春に向けたものになるのだろうかと思いますが、非常に次の春らしいね。まだ冬は始まって間もないですが、まあ、春らしいということで。まあ、ではちょっと今度アウターまで着てみましょう。まあ、新作のジーンズ、ミラクルエアー 3D ジーンズということで、まあ、ちょっと上の方はね、綺麗めに、下はカジュアルですので、まあ、これでドレスカジュアルのバランス、7対3のバランスが少しは取れた感じなんじゃないでしょうかね。うん。そうですね。まあ、ここは、で、ハットかな。ハット、何か違うな。これは違うぞ。うん。こっちの方が何か、こっちの方が何か僕少し好みですかね。うん。これでまあ、今の冬外出するにはまあ、よろしいのかと思いますね。うん。まあ、新しい感じのね、こう、裾もやっぱりちょっとテーパードをこう聞いとるんですかね。うん。うん。ではもうちょっとコーディネートしてみます。さあ、ブルゾンスタイルです。MA1 を着てみましたが、うん、こちらも非常によろしいですね。非常にアメリカカジュアルスタイルですが、上を黒にすることで、まあ、ドレス寄りに持ってくると。まあ、そうですね、ジーンズ。これ今、やはり、裾を全部こう、下ろしてみたんですが、そっちの方はシルエットは綺麗に見えるような気がしますね。非常に横からのシルエットは、まあ、綺麗やと思いますよね。太い、シルエット。こういうのは今最近のトレンドになってきてるんでしょうかね。うん。非常に、よろしいかと思います。うん。コートを着て、合わせてあげるのも非常によろしいかと思います。マフラーもつけてね。で、キャップで少し、カジュアル側に戻してやるということで、非常にね、ジーンズも非常に楽しんでいるかと思います。うん。いいですね。うん。さすがこれが、ミラクルでエアーで 3D ということになったのでしょうか。うん。さあ、よろしいです。
さあ、ミラクルエア 3D、いかがだったでしょうかね。何がミラクルで、何が、エアで、何が 3D だったのか、というものを、これは、ちょっと掴むのは、ハードな、いや、どうなんでしょうかね。しかしまあ、これからね、おそらくこの、ミラクルエア 3D の未来は広がっていくのではないでしょうかね。そうですね。非常にこの色合いも素晴らしいものになっているということで、今期のこの新作、いいじゃないかと思われた方は、いいねの方をお願いいたします。それではまた。ありがとう。